て嬉しいな。私ずっと待ってたんですよ。私に会いに来てくれたんですよね。他の子に会いに来たなんて言われたら耐えられない。ありがとうございます。私はピエピエカフェキャストのセリカです。そしてピエピエカフェキャストのコトアです。よろしくお願いします。今回私とセリカちゃんはヤンデレカフェのキャスト役なんですけど、どうでしたか？ありがとうございます。喜んでもらえてよかったですね、コトハさん。そうだね、ほっとしたかも。というわけで今日のステージはヤンデレをコンセプトにお届けします。私たちのお店ピエピエカフェはアミさんたちのお店とライバル関係なんですよね。そうそう、みんなアミたちのヤミヤミキッチンもよろしくね。来てくれないと、アミファンの兄ちゃん姉ちゃんの家まで迎えに行っちゃうかもよ。あら、まさか家とする気ですの？それはいけませんわ、アミ。いくらヤンデレカフェとはいえお客様ですもの。せめて待ち伏せくらいにしてくださいまし。せやな、千鶴の言う通りやと思うわ。あ、で、家凸って何？あと、待ち伏せもあかんよな。家凸は直接家に行くことかな。待ち伏せも相手に迷惑がかかるからやめた方が。え、そうなの？ヤンデレカフェって迷惑かけられるのが粗大ゴミなんじゃないの？粗大ゴミ？ああ、大ゴミのこと？そういうわけじゃないと思うけど。だいたいアミはコンカフェの店員さんやの？お店に来てもらわんと商売上がったりやんな。あ、そうだ、大丈夫だよ、アミちゃん。ここにいるお客さんたちは優しいから、お願いすればきっと来てくれると思うな。皆さん、そうですよね。また私たちに会いに来てくれますよね。わー、皆さんすごいです。ヤンデレのお芝居もバッチリですね。うん、同じヤンデレでもみんな個性があって、私もなんだかドキッとしちゃいました。今日はそんないつもと違う私たちと過ごすドキドキの時間を楽しんでいってください。